平野紫耀がキムタクコエマジカインスタフォロワー数350万人突破でファン歓喜。平野紫耀26が7日にインスタグラムの解説を発表し、そのフォロワー数がわずか11日でな350万人を突破しました。この驚異的な数字は彼の人気と影響力を証明するものとしてファンたちにとっては喜ばしい出来事です。 平野紫仕様は元キング・アンドプスのメンバーとして知られ、そのグループは日本で大きな成功を収めました。しかし、2021年にジャニーズ事務所を退所し、独自の活動を展開しています。 7日に滝沢秀明氏が設立した会社、トべ、の公式 YouTube チャンネルの生配信に登場し、合流を発表した際に、インスタグラムの個人アカウントを開設することも発表しました。その結果、平野のインスタグラムアカウントは開設から2日でジャニーズグループシット・ニエスやスノーマンへのフォロワー数を抜き去るほどの勢いを見せました。これは、 彼が多くの人々に愛され、注目を集めていることを示しています。平野紫仕様のフォロワー数が350番人を突破したことを祝し、ファンはツイッター上で、いわい平野紫仕様フォロワー350番人、とツイートし、瞬く間にトレンド入りしました。ファンからは、仕様くんの人柄だね、おめでとう。いろんな人が仕様くんを知りたいと思っているのかな。 といったコメントがたくさん寄せられました。現在、ジャニーズ事務所のインスタグラムアカウントで平夜よりもフォロワー数が多いのは、木村拓也の約399番人、嵐の約439番人のみであり、平野仕用は順調に木村拓声に迫っています。平野仕用のインスタグラムの人気が急上昇している背景には、 彼の魅力的なパフォーマンスと個人的な魅力があります。彼は音楽、演技、モデルとして幅広い活動を展開しており、その才能とカリスマ性は多くの人々を引きつけています。また、彼のファッションセンスや髪型などのスタイルも若い世代に大きな影響を与えています。 さらに、平野市洋がジャニーズ事務所を退所してから独自の道を歩んでいることも彼の人気を高めています。彼の個性と自由な活動スタイルに共感する人々が増え、彼のサポートを続けています。インターネットやソーシャルメディアの普及により、アーティストとファンの間の関係は以前よりも密接になりました。 アーキストが直接ファンと交流できるプラットフォームが増えたことで、彼らの魅力や個性がより多くの人々に伝わるようになりました。平野紫耀のインスタグラムのフォロワー数が急増したのも、その一例です。平野紫耀のインスタグラムの成功は、彼が個人ブランドとしての地位を築きつつあることを意味しています。 彼は音楽、映画、ドラマなどの様々な分野で活躍し、ますます多くの人々に認知される存在となっています。平野紫耀がキムタク声に迫っている現在、彼の将来にはさらなる可能性が広がっています。彼の才能と魅力は、日本のエンターテイメント業界において大きな影響力を持つことでしょう。平野紫耀の成功は、 若い世代に夢と希望を与えるものとなっています。彼の努力と情熱は若者たちにとっての手本となり、彼らが自分の夢を追求する勇気を持つ助けになるでしょう。今後も平野仕様の活躍から目が離せません。彼の成長とさらなる成功を見守りながら、彼の魅力的なパフォーマンスや新たな挑戦に期待しましょう。 彼は間違いなく日本エンターテイメント界の中で輝き続ける存在となるでしょう。